ラメイシュ・シッピーはインドの映画監督、映画プロデューサー。炎の監督として知られ、2013年にパドマシュリー勲章を授与されている。父 GP ・シッピーは映画プロデューサー。息子ローハン・シッピーは映画監督として活動している。ラメイシュは6歳の時に父が制作したサザーの撮影現場を訪れ映画業界に触れた。1953年に 父が制作したシャーン社に子役として出演し、成長後は IS 上春のジョハー・メイムド・インゴ・アヤ父が制作したミア・サナムに制作スタッフとして参加した。彼は数年間制作スタッフを務めた後、1971年にシャンミー・カブールを主演に迎えたアンダーズで監督デビューし、同作は工業的な成功を収めた。翌1972年に セータはアギータを監督し、同作も工業的な成功を収め、主演を務めたヘママリニをスター女優の地位に押し上げた。1975年にダルメンドラ、アミターブ、バッチャン、サンジー・イブ・クマール、アムジャド・カーンを主要キャストに迎えて炎を制作した。同作はボリウッドの歴史上最大のヒット作となり、ラメーショのキャリアの中で最高傑作と評価されている。 またボリウッドを象徴する作品とされており、世界中のボリウッド映画ファンの間でも高く評価されている。2005年に炎はフィルムフェア賞ベストフィルムオブ50イヤーを受賞した。ラメーシュは炎を超える成功作を制作することができなかった。彼は炎で西部劇をオマージュし、1980年に制作したシャーンではジェームズ・ボンドをオマージュしたが、 工業的には平均的な結果に終わっている。1982年にリリップ・クマール、アミターブ、バッチャンを迎えて制作したシャックティはフィルムフェア賞最優秀作品賞を受賞したものの工業成績は芳しいものではなかった。1985年にリシカプール、カマルハーサン、ディンプル・カパディアを主要キャストに起用してソガーを制作した。 1987年にインドパキスタン分離独立を題材にしたテレビシリーズバニアードを監督し、同作は人気番組となった。その後、ブラスタッカー、アキーラ、ザマーアナ・デーワナを監督したもののすべて工業的に失敗しており、ラメーシュは以後20年間監督業から遠ざかった。2015年にラージクマールラーをラクルプリートシン、ヘママリニを 主要キャストに起用して、シムラ・ミルチを監督した。同作は2018年7月時点で未公開の状態となっていたが、2020年に公開された。プロデューサーとしては、息子、ローハンの監督作品、クッツナー・カホ、ブラフ・マスター、ダム・マーロ・ダムなどを制作している。この他に、ミラン・ルトリアのタクシーナンバー9211、 クナール・ロイカ・プールのザ・プレジデント・イズ・カミングニキル・アドバーニーのチャンドニー・チョーク・トゥ・チャイナも制作している。ラメーシュ・キラン夫妻。ありがとうございます。